はい、こんにちは。マイチャンネルマハです。はい、今日はこちらですね。はい、デュエルマスターズカードグミです。ということでね、全くノーマークだったんだけど、うん、デュエマのですね、カードグミがなんと出てましたね。うん、近くのイトーヨーカドーで買ってきたんだけど、うん、なんと中に入ってるのは本物のデュエマのカードっぽいね。うん、あのちゃんとバトルで使えるやつね。すごいね。すごいよね。で、グミも入ってるということですね。はい、じゃあ食べちゃおう。うん、食べちゃうじゃない、開けていこう。はい、はい、カードが見える。ああ、なるほど、カードとグミがこのような感じで入ってますね。あ、一番隊クリスタルが入ってる。一番隊ザエッサが入ってる。あ、私が出たのはこの一番隊クリスタル、メタリカのやつだね。うん、で絵柄は違うね。なんとなくアニメっぽいね。アニメ、まあ CG だね、これね。そうだね。レイシン君が出たのは一番隊ザエッサのね、ムートピアのやつです。はい、ラインナップこんな風になってますね。全13種類みたいで、プロモカードのドッカン号特急、これが一番いいのかな。なるほど。あとはレアとかコモンとかそんなもんだもんね。うん、じゃあグミいただいてみましょうか。うん、これはね、グレープ風味だって。なるほど。じゃあグレープ風味なんだ。発売元はタカラトミーアーツさんですね。じゃあいただきます。いただきます。うまい。口に入れる瞬間からうまい。この香りがすごいね。うん、うん、袋目それぞれ開けてみましょうか。よっ、シリオンビーデスが出ました。はい、あ、なんか絵柄がそうそう、うん、そして私は、ギアードエクストリーム、あと、うん、で細かく見ていこう。はい、ドン、はい、一番隊ルグンドトだ。正式ルフォア。あら、じゃあ4袋目、ね、一番隊チュチュリスだ。一番隊クリスタ。あら、じゃあ最後ドッカンコート級出てください。はい、さあどうだ。1番隊バギン16号。1番隊ジャスター。あー、残念でした。はい、じゃあ出たカード見ていこうか。うん、まずはシリアンビーティスだね。これキラが描かれてるね。そうだね、これアニメのやつだ。あー、呪文だね。うん、相手のマナゾーンにあるカードの枚数よりコストが大きい相手の進化でないクリーチャーを全て裏向きにして、それぞれ新しいシールドとして持ち主のシールドゾーンに置くだって。うん、はい、正式にルーボアだね。これメタリカでシールドトリガーでもあって、でこう攻撃先を変更できるやつだね。次にギアードエクストリームです。シールドトリガーでパワー9000以下のクリーチャーを一体破壊できます。これいいね。はい、続いて1番隊ルグンドとですね、グランセクトの召喚コスト1少なくできるやつです。1番隊バギン16号だね。これはマフィギャングの召喚コスト1少なくできるやつだね。はい、はい、最後に1番隊チュツリスです。これはビートジョッキーの召喚コスト1少なくできるやつね。はい、10袋買って8種類出たね。うん、で2枚だけ被りました。はい、まあでもデュエマはね、何枚被っても4枚までねデッキに入れられるからね、うん、いいんだけど、あのこれね、イトーヨーカドーでワンボックスの左側の10袋だけ取ってきたの。うん、だもしかしたら右側の10袋も買っちゃえば、うん、その中にあったかも。なるほど、プロモカード。なるほど、うん、もしかしたらワンボックス購入すれば全部フルコンプできるのかもしれない。うん、うん、ちょっと気になるよね、このドッカン強特急ね。うん、はい、ということで今回はですね、デュエルマスターズのカードグミ10袋開けてみました。うん、何この動画。何、これでおしまいかっていうね。そうだね、ごめんなさい、ちょっとね時間がなくて、本当はねこれで開けたやつでバトルしたかったんだけど、時間がなくてできませんでした。また今度はね、デュエルのバトル全然やってないんでね、そのうちやれればいいかなと思ってます。うん、最近忙しいんですよ。確かにね。うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は今のうちに高評価お願いします。はい、では今日のマーティ君ご覧ください。今日のマーティ君。はいはい、分かった。はい、マーティ君、はい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 、ここやられて気持ちいいんでしょ、あんた。ここやるとね、ここやると気持ちいいね。笑ってる、笑ってる。ほら気持ちいいね、ここやるとね。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そして今回のおすすめ動画このあたりに出てますので、ぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録は真ん中らへんをよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。